みなさーん、こんばんは、ディンダーのミャックーボーイ、キンタクです。キンタクの、シェイシェイ、ペイキンフィギュアスケートの結果言います。男子のショートプログラムの結果。あの、羽生結弦選手、4回転半を決めようとしたんですが、まさかのシングル、笑いますね、これは。他はミスなくプレイシャが結局、大きく出遅れて、8位となってしまいました。本当に、申し訳ございませんでした言葉になりません。一方、宇野昭は自己ベストの3位。鍵山も2位。自己ベストマークしました。そんなライバル、ネイサン・チェーンは、 残念ながら1位となってしまいました。本当に日本勝って欲しかったです。申し訳ございませんでした。でも、次は逆転があるののあるなので、フリーで、はい。逆転してほしいちゃんです。はい。ファンの皆様には改めて深くお詫び申し上げます。確かに、神山さん、新世代の、うん、対等ですね、これは。課題となるのは。うん。もう、頑張れと言いたいです、後の2人。 ーさん、ま、諦めないで以上ですバイバイ